はいどうもゆきともです。今回の動画テーマはこちら、新作ラノベ徹底レビュー&ガチ考察となります。今回はネタバレありでいきたいと思いますので、これから紹介する作品を読んでいなかったら読んでから本動画を見ていただければと思います。それでは今回紹介するタイトルはこちら、ようこそ実力至上主義の教室へ2年生編の第1巻となります。大人気タイトルの待望の新章が始まりましたね。僕も首を長くして待っていました。今回は本作を徹底レビューしつつ、今後の展開予想なんかもガチでしちゃいたいと思います。ネタバレ満載なので気をつけてください。それではまず簡単にあらすじからおさらいをしたいと思います。高度育成高校での2度目の春を迎えた綾小路たち D クラス、4月の最初の特別試験は1年生がペアとなる筆記試験。この試験はペアの合計点が基準点を下回れば2年生のみ退学となってしまう厳しいものでした。さらに各生徒の能力を表示する新アプリが実装されたため、2年 D クラスは苦境に陥ってしまいます。またペアを組む必要上、綾小路もホワイトルーム出身の1年生を見抜けなければ即退学というところから物語は始まります。それでは今巻の要注意ポイントを5つ挙げながらレビューをしていきたいと思います。まず1つ目、 OAA 導入による能力の可視化。2つ目、新キャラの1年生が多数登場。3つ目、誰がホワイトルーム生なのか。4つ目、賞金首になる綾小路ついに表舞台に。5つ目、ホワイトルームも一枚岩じゃないということになります。そしてそれらを踏まえた上で最後に今後の展開予想なんかもしていきたいと思います。それではまず1つ目の OAA 導入による能力の可視化ですが、まず OAA についておさらいをしておきましょう。 OAA はオーバーオールアビリティの頭文字を取った略称となります。全生徒の能力値を試験結果や生活態度から数値化したシステムで、能力の高い生徒が客観的に分かるため個人主義を加速させる要因となり得るシステムと言えます。これはですね、現生徒会長の南雲の発案によって学校側が採用した新システムとなります。それでは OAA が物語にもたらす効果を考えていきたいと思います。まず1つ目、生徒の立ち位置を明確にするですが、今回から能力値が全体に開示されたため、より生徒一人一人の価値が明確になりました。それによって能力値が低い生徒はよりシビアな条件で戦うことになります。逆に能力の高い生徒は有利に試験に挑むことができるようになりましたね。そこで2つ目の試験の駆け引きがより魅力的にという点ですが、能力値というカードが増えたことにより交渉の幅も広がりました。どこで強いカードを切るか、どう組み合わせるかという戦略が深まりましたね。また3つ目の学年間をまたいだやり取りが増えるという部分は、1年生側が持つ情報量を平等にすることでより学年間の戦いが加速することを意味しています。これは作中でも語られている通り、南雲が学年全体のバトルをしたい欲求があるためですね。メタ的に言うのであれば、学年全体を混ぜられれば新キャラも新展開もやりたい放題というメリットもありますよね。また4つ目もメタ的なメリットですが、キャラクター説明が簡単にできるという点も素晴らしいですよね。初めて会うキャラでもOAA を確認する描写を入れれば、名前と能力を一瞬で解説できる素晴らしいシステムだと思いました。そして5つ目の綾小路の強さをより魅力的にするですが、個人的にはこれが一番意味があるんじゃないかなって気がしてます。OAA 的には綾小路は大した生徒ではないという客観的なデータを見せつつ、例えばそれをバカにするような生徒たちを、実際の能力で蹴散らしていくという爽快感が、能力値の数値化によってより顕著になっていくのではないでしょうか。やはり妖術の魅力は綾小路が力を発揮した瞬間のカタルシスなので、それをさらに魅力的にする意味でも OAA は非常に素晴らしいシステムじゃないかなと思いました。続いて要注意ポイントその2の新キャラの1年生が多数登場ですが、もともとキャラ数が多い本作ですが、2年生編初っ端でまたガツッと新キャラが増えました。ビジュアルイメージがあるだけでも6人の1年生が一気に登場となりましたが、顔見せ的なキャラも多かった印象です。でここで問題となるのが、綾小路を陥れるホワイトルームの資格が誰なのかということでしょう。今巻で主に登場した1年生はこの6人ですね。彼らがホワイトルーム生かどうかちょっと考えてみたいと思います。まず今巻で一番活躍した宝泉に関してですが、彼はですねホワイトルーム生ではないと感じました。
まあ、今回綾小路と対峙したわけですが、攻め方が結構だいぶ何ですか、遠回りな上に自分が退学になることも結構恐れてましたよね。またちょっとキャラ的にも宝泉がホワイトルーム生だったというのは、まあ、ちょっと面白みに欠けそうかなというイメージがあります。また同様に天沢も除外でいいかなという気がしてます。まあ、ホワイトルーム生は綾小路に対抗意識があるようですし、まあ、直接潰しに来ないあたり違うのかなという感じがしました。続いて今巻でやたらイラストが多かった七瀬に関してですが、まあ、彼女は正直よくわからないですね。一人称が僕になる描写もあったりして、おいおいスポットが当たることは間違いないと思います。さすがにね、男の子ってことはないと思いますけども、まあ、とにかくビジュアルが素晴らしかったですよね。続いて 1B の八神ですが、まあ、こいつがぶっちぎりで怪しいですよね。まあ、なんか櫛田と同郷のようなんですけども、まあ、そこはですね、ホワイトルーム的には、判断の基準にはならないみたいですし、まあ、うさんくささはトップクラスに感じましたよね。まあ、とりあえず櫛田周りで人暴れするキャラっていうのは、まあ、間違いないと思います。続いて 1C の2人ですが、まあ、この2人は本当に顔見せ程度だったので何とも言えないですね。まあ、C って言うと C クラスにしてはウトミヤの能力値がかなり高いのは気になりましたね。まあ、それすらちょっとブラフっていう感じすらもあるんですけども、まあ、ただね、そもそもホワイトルーム生が1人とは誰も言ってない上に、今回登場した中に必ずいるかってこともまあ不明なんですよね。ということでですね、まあ、誰がホワイトルーム生なのかという点に関しては、まあ、なるほどわからんって感じですね。まあ、今後の情報に期待していきましょう。続いて要注意ポイントその4ですが、今回綾小路が賞金首になり、ついに表舞台に上がることになりましたね。まあ、正直退学にさせたらポイントを渡すってもうめちゃくちゃじゃないっていう気もするんですけども、まあ、綾小路がこれからはもう出し惜しみしないと明言したのは良かったですよね。まあ、実際にテストでも圧倒的な結果を出したあたり、今後がどうなるのか気になるところです。まあ、で、少なくともですね、なんで1年生の時適当やってたんだという点はクラスから糾弾される可能性がありますよね。まあ、綾小路を退学にしたらポイントが手に入るという情報がどこまで広がるかというのが、まあ、重要なポイントになりそうです。そして最後の要注意ポイントですが、ホワイトルームも一枚岩じゃないということが明言されました。まず今回ホワイトルーム生を送り出したのは現理事長の月城ではないようです。より上の存在からの指示ということですが、まあ、これはですね、綾小路の父親ではないっぽいような描写がありますので、まあ、ここは重要なファクターになりそうです。つまりですね、ホワイトルームは複数人で運営されている組織であるってことですよね。また送り出したホワイトルーム生は独断で行動していることも示唆されました。さらにホワイトルーム生は綾小路に執着するため、まあ、今後はよりですね、混沌としたバトルが繰り広げられていきそうです。以上のことを踏まえて、今後の妖術の展開予想をしていきたいと思います。私が予想しますのは、綾小路 VS ホワイトルーム生が本格化、しかしホワイトルーム生は早々に正体を現すという予測です。考察理由としましては、ホワイトルーム生は綾小路に執着していること、また綾小路自身が影に隠れた状態のまま放置しないだろうということ、さらにメタ的な理由ですが、まあ、ずっと隠れた状態だと展開が間延びする可能性があるなどが挙げられます。ただし一人ホワイトルーム生が分かっても実はもう一人いたという展開は余裕でありそうです。ではここで改めて今後の展開をさらに予想するために、綾小路の勝利条件を確認してみましょう。綾小路の勝利条件は退学させられずに3年間を無事に過ごすことなわけですが、まあ、そのためにはですね、3つの解決方法があると考えられます。まず1つ目ですが、敵の妨害工作を防ぎ続けること、2つ目敵が手出しできない状況になること、3つ目敵そのものをぶっ潰すこととなります。この3つの可能性について考えてみましょう。まず1つ目の敵の妨害工作を防ぎ続けるですが、これはですね、ホワイトルームの死角を綾小路がひたすら倒す展開なわけですが、まあ、個人的にはですね、ちょっとマンネリ化する可能性が高いのであまり考えなくてはいいかなと思いました。まあ、ホワイトルーム勢と陰ながら戦うのは、まあ、多くて 2,3 回といったところじゃないでしょうか。続いて2つ目の敵が手出しできない状況になるですが、これはですね、まあ、例えば月城が失脚して新理事長に代わるですとか、まあ、政府側がホワイトルームからの干渉を防ぐなどが考えられますが、まあ、正直面白みが薄いので却下でいいかなと思います。まあ、同じことの繰り返しって感じにもなっちゃいますしね。ただ月城失脚はそのうち間違いなくあると思います。
というかですね、結構小物感が半端ないし、やることが結構小ずるいので、まあ、ちゃっちゃと退場でいいのかなという気もしています。ということで、私が一番推している予想は3つ目の敵そのものをぶっ潰す場合となります。これはホワイトルームそのものを潰すという意味です。ではどうすれば学外に存在するホワイトルームを潰すことができるのかを考えてみたいと思います。これはシンプルにホワイトルームの存在価値を否定するということになります。ではそもそもホワイトルームって何なんだというところを改めて確認しますと、こんな感じになります。綾小路の父親が作った英才教育システムで、隔離施設で非人道的ともいえる教育が行われています。綾小路の父親は非常に高い地位にいる存在らしく、政府運営である高度育成高校にも干渉できます。しかし立場としては敵となるようですので、政府の人間ではない可能性がありますね。また今回の月城の上はきな臭いことを考えているという言葉から、運営自体は綾小路の父親以外も関わっている組織だった市営の教育施設だと想定されます。そう、あくまでホワイトルームは教育が主な目的の市営の組織の可能性が高いということです。ではホワイトルームの存在価値を否定するために必要なことは何か。それはですね、ホワイトルームの教育的価値を否定すればいいということになります。そしてホワイトルームの教育的価値を否定するというのはとてもシンプルな方法で進みます。そう、ホワイトルーム生をぶっ倒せばいいということです。で、結局ホワイトルーム生を倒すんだかよという形になっちゃいますけども、教育の成果が大したことがないとか、より優れた教育方法があるということを示されてしまったら、組織として投資するメリットは限りなく薄くなってしまうでしょう。ホワイトルームが複数人による組織であれば、空中で分解する可能性は十分にあり得ます。ここで一つ条件が発生します。それはですね、ホワイトルームよりも優れた教育方法があると内外に示す必要があるということです。つまりここでの条件はこのようになります。高度育成高校の教育を受けた者がホワイトルーム生を完膚なきまでに倒すということです。これによってホワイトルームの存在価値は否定され、よりクリーンで効果的な教育方法としての高度育成高校の有用性が証明されるということになります。つまり今後の展開としては、高度育成高校 VS ホワイトルームの対立構造がより顕著になるのではないでしょうか。まさしく教育論すらも実力至上主義となるわけですね。またこれによって綾小路の行動の謎に一つの答えを導くことができます。それは綾小路がなぜ堀北たちを成長させようとしているのかという点です。綾小路は1年生後半から徐々に他者への介入を始めていきます。そして今巻で明確に堀北の成長を促す動きを見せました。それはなぜなのでしょうか。それは高度育成高校の生徒とホワイトルーム生をぶつけ合わせ、ホワイトルームの存在価値を否定するため、つまり対ホワイトルーム生を見据えての行動だったと考えられます。つまり今後の展開予想としては、これからの妖術は綾小路が仲間を成長させホワイトルームと対立していく流れになるという予想となります。ただしですね、ここには避けられない一つの問題点が存在します。それはホワイトルームの最高傑作である綾小路の存在です。なぜかというと、どれだけホワイトルームの資格を退けようとも、綾小路が最強でいる限りホワイトルームの有用性が証明され続けてしまうからです。綾小路は最強であるがゆえにホワイトルームの価値を確かなものにしてしまい、永遠にホワイトルームの呪縛に囚われてしまいます。といったところで、これまでの仮説を全て統括したいと思います。今後の妖術の最終的な流れは、綾小路をホワイトルームの呪縛から解放するため、綾小路に導かれた仲間たちが綾小路を倒すという展開になるのではないでしょうか。その筆頭としては、やはり成長した堀北が鍵を握ると思います。綾小路をどう倒すのか、倒された時綾小路がどういう表情をするのか、個人的にはですね、ぜひ見たい展開かなと思っています。以上、妄想全開の妖術ガチ考察でした。多分ですね、次の巻あたりで全部否定されると思います。これだけ考える要素があるっていうのは、妖術という作品の面白さの最たるものではないでしょうか。今後ね、どのような展開になっていくのか、もう目が離せない作品ですよね。といったところで、ぜひね、コメント欄に今回の考察の感想や、皆様の考えなどありましたら書いていただければと思います。それではですね、今回のレビュー&ガチ考察は以上となります。
今後も語りたいことが出てきた際には、動画として、形にしていきたいと思います。それではですね、今回の動画ここまでということで、また次の動画で会えることを祈っております。バイバイ。